皆さんこんにちは。今日は奥にスパイクを打つために、奥に強いスパイクを打つためにどうしたらいいかっていうのを、解説していこうと思います。実際にスパイクを打つときはストレートとクロス、その2パターンだけになってしまいますよね。しかし奥に打つことができれば3箇所目ストレートとクロスと角に打つことができるので3箇所コースができます。さらにクロスも手前と奥、ストレートも手前と奥と分けていけばもっと選択肢が増えていきます。奥に打つというのはとても重要なスキルで、必ず身につけたいスキルとなります。今回はどのようにすることで奥に打てるのか、どのようにすれば力が入るのか解説していこうと思います。よろしくお願いします。では奥に打っているスパイクのフォーム、打ち方を見ながら解説つけていこうと思います。よろしくお願いします。ではどうぞ。スパイクで奥に打てるようになるにはどうしたらいいか。まず打つポイントが大事になってきます。いつもスパイクを打つときは自分の最高到達点より少し前で捉えますよね。それが力が加えやすい、体重が乗せやすい場所だからです。実際にどの角度で力が入りやすいかやってみるとわかります。自分の頭の真上でやるよりも少し前、上目遣いでちょっと見える位置ぐらいまで前に倒すことによって力が入りやすくなります。それを利用してスパイクの時は少し前で捉えているので、実際に最高到達点よりは少し低くなりますね。これが前すぎるとネットにかかってしまったり、ブロックに止められたりします。少し前というのが大事なんですが、今回は奥に打つということで逆にその少し前より高い位置に持ってきます。体の真上で打つので普段よりは力が入りません。それは体の骨格上仕方ないことです。体が伸びきっているので力を伝えるのが難しいです。体の中心から距離が長ければ長いほど物からもらう負荷っていうのは強くなるので、それに反発する、力を反発するっていうのが難しくなります。ですがこれを繰り返しやっているとタイミングを知ることができて力を入れることができます。実際に前にやるよりは力が入らないんですが、助走のタイミングや打ち方のポイント、タイミングをつかむことによって力が入れやすくなってきます。人間は動きを繰り返しやっているうちに改善しようとしていくので、それで打ちやすくなっていくということですね。ではどのように意識をすればいいのか、それを説明するときに本当に人それぞれなので、何がハマるのか、何を説明することがその人にとって一番近道なのかというのは実際に見ながらやらないとわからないのですが、今回は自分自身が気づいたことを説明していこうと思います。それぞれこの気をつけること3つあるんですが、1つ目が腹筋に力を入れることです。普段のスパイクを打つ時も腹筋に力を入れていると思いますが、いつも以上に体を固める感じを意識して腹筋に力を入れましょう。腹筋に力を入れることによって体が固まるので力が伝えやすくなります。柔らかいものより硬いものの方が力が伝えやすい、反発が強いので体を固める感じを意識しましょう。そして2つ目なんですが、打点を見ないようにする。スパイク打つ時にポイントを見ないようにするということですね。実際にボールを見ていないわけではないので少し説明が難しいのですが、いつもは少し前で捉えているので上目遣いで見ることができますよね。ですが真上で捉えているので上目遣いだけでは見れません。そこで顎が上がってしまうと思います。それを防ぐため、顎が上がってしまうと力が抜けてしまうので、それを防ぐために見ないようにするという意識をしましょう。顎があると力が入りにくい、それを改善するために顎を引くのですが、ボールを見ないとミートはできないので、ボールは見るのですが見ないようにするということです。少しこれは感覚的な問題となってくるので難しいところですが、このように意識することで自分が強くなったので、この2つ目で紹介しました。3つ目が体をくの字にすることです。体の真上で捉えるので一直線にしてしまうとやはり力が入りませんし伝わりにくいです。そこで体をくの字にする意識をしました。意識としては足を蹴る感じですね。足を蹴る感じで前に出すと腰の辺で曲がる形になって、くの字のように体全体で作れます。このようにすることで少し力が入りやすくなります。空中でこの姿勢を作ることは少し難しかったり、やったことない人だと変な感じがすると思いますが、自分自身が奥に力強く打つために取り入れていた方法です。奥に打つ時に弱く打ってしまっては結局取られてしまいますからね。あとはこの練習を繰り返しすることです。
フリースパイクの時に下に叩きつけて練習する人多くいますが、その時もひたすら奥に打つ練習をしていました。練習多くした分だけ上手くなると思うので、この3つの意識少しやってみてください。今回はこれで終わります。バレーボールに関してのことで、やってほしいこと、知りたいことがあればぜひコメントに書いてください。インスタグラム、ツイッターもやってるので、そちらからメッセージでもいいです。このチャンネルはバレーボールに関してのことを様々発信しています。ぜひチャンネル登録してください。ではまた明日。